じゃあ、こんにちは。こんにちは。本日ですね、ちょっとこの見ていただけますと、いつもと雰囲気が違うじゃないですか。違いますね、これ。全然違いますね。ライトが。ライトが。変に見えちゃった、はい。そして、もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、本日ですね、株式会社、モノリスジャパン代表取締役社長、岩井義明さんに、よろしくお願いします。どうぞ、どうぞ、どうぞ、です。以前就活の虎チャンネルというチャンネルの方にですね、出させていただいたんですけど、今回はちょっと高木豊チャンネルの方に来ていただいたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。もう野球の大ファンということで、もう野球というかもう中日の本当にファンですね。愛知出身です。そうです、名古屋です。あ、単純な理由なんだよ。はい。これ。はい。いや、いいんだ。名店。ここにも来ている。ちっちゃい頃に巨人ファンと中日ファンに分かれてました。いや、本当そうなんですよ。いや、まだちっちゃいですよ。そうなんですよ。僕の小学校の時代にはですね、野手だったら矢沢健一さん、ピッチャーはもう星野選手さんで、ほとんどの僕の同級生はみんな矢沢が好きで、当時14番つけてたんですね、背番号で。星野さんは当時まだ20番じゃなくて22番だったんですよ。で、僕は22番をつけて必死こいてピッチャーやってましたね。左ですか？左です。僕の母親が女のくせにものすごい中日ファンで、母親は女のくせにって、母親は女に決まってます。大体こういう調子でいきますね。そうなんですよ。母親が男でって言ったらびっくりするわ。結構くどいですね。だって僕日曜日近いもんね。すいません。本当に年間券持って応援してたぐらいで、帰ってくると今日は球場に行ってるからこれ食べてきなさいみたいな、そのぐらい本当に熱心な中日ファンだったんですよね。じゃあ僕なんかやじられた方でしょうね。いやもうでもあの頃の太陽フォレーズ弱かったですから。いや、まあ確かに強くはなかったけど、でも中日とものすごい仲良かったんですよ。あ、そうですよね。練習ボールっていうのは中日側が自分のところで練習するんですよ、名古屋球場で。僕らも持って行ってるんですけど使わせてくれるんですよ。へえ、仲いいから。あ、そうなんですね。逆に横浜来た時は横浜のボールを使わせてあげる。仲良かったんですけど、いきなり星野さんが監督になって使わせてくれなくなって、挨拶もしてくれなくなって。マジですか？マジです。星野さんってお金にケチいんですか？いや、そうじゃないですか。やっぱ戦う精神を宿すということで。なるほど。今から戦うやつに挨拶なんかいらねえだろうと。宇野に「ああ」とか言ってたら「こんなんなんだ」って。あの頃ってね、太陽の選手たちって伏見と栄の間ぐらいのなんかしょぼいホテルに泊まってましたよね。東急院。東急院じゃなかった？東急院だったでしょ。東急院ね。で、結構パチンコやってましたよ。あ、僕はちょっと知らない。本当ですか？僕ね、パチンコ知らないんです。当時リクルートという会社のサラリーマンだったんですよ。で、昼間に遊びでなんか抜け出してパチンコ打ちに行くと、ダメじゃないですか？いや、ダメだよ。ダメだけど、もっとダメなのが太陽の選手ですよ。真っ昼間にパチンコ打ってましたよ。いや、違う、違いますよ。動体視力を買ってきたい。あ、そうなんですか？初めて聞きましょう。トレーニングの一環ですよ。前こと言いますよね。いやー、やっぱりね。そうだよ、こんなの。納得できますか？いやー、まあ、もう豊さんが、でもやってなかったんですよね、豊さんは。俺はね、別の動体視力。別の動体視力。気になりますか？それもよくわかるんですよ。30年ぐらい前だと、高木さんが30歳でしょ？30歳の時に、高木さんと同じぐらいの年代の中日選手って誰がいましたかね？宇野です。宇野正さんですね。宇野同級生。バセリングの。まさにあの、そうですね。はい。まあ、ちょっと上に中尾さんとか。あ、中尾さん。キャッチャーのね。はい。まあ、こっちですけどね。あ、そこっち。はい。あと誰がいたかな。結構そこら辺の年代ってたくさんいましたよね。やっぱ宮古裕次郎。あ、宮古裕次郎。はい、左の。あ、本当ですよね。一時だけ良かったですよね。まあ、そういうこと言っちゃダメ。いや、なんなの。巨人なんかに行くからダメなんですよ。巨人行きました。巨人行きました、確か。行ったよね。行きましょう。行きましょう。行きましょう。やってましょう。世代的に。世代が。ちょっと今の中日の話聞きたい。あ、そうですか。ぜひお願いします。まずズバリ、今年中日は何位になりそうですか？占い予想。はい。私の知ってる占い予想では何位だと思います？3位。優勝だ。マジですか？いや、マジですか？マジですか？ちょっと。マジですか？中日元年になる。言ってましたね。言ってましたね。本当。本当に。僕の予想は5位。5位。
多い多い。与田監督の運勢がめちゃくちゃいいらしいです。そうなんですか。今年、はい。でもあえてですよ、5位予想は分かりましたけど、そんな中で今年注目の選手っていますか、中日で。高橋周平キャプテンになりましたね。はい、これがブレイクするかどうか。ああ、高橋周平って素質は抜群なんですけど、はい、なんかちょっともともとしてたりしました。やっとなんかポジション一つ与えられるかなというようなところで、うん、はい、ここで今年活躍できるかなっていうのはちょっと注目してますけど、ね、大きいですか。はい、あの去年ね、中日ってあの中継ぎとか抑えがダメだったじゃないですか。なんか今年いや先発もあんまり良くなかったし総じてダメだったそうですね。そうそうそう、バッティングはそこそこ良かったですよね。バッティングは良かったいいですよね。両外国人、はい、大島、はい、まあ、今年強打もやりそうですし、結構そこそこ打てるバッターさんって、ね、高橋がいて、はい、代打の切り札で福田が出てみたいな。そうですね、まあ、福田もレギュラーで使えばね、本当ですよね、結構な数字を残すと思う。ポジションがないんですよ ね、まあ、そうですね。ただね、控えとレギュラーのちょっと差があるかなという、はい、だから怪我人が出た時に補える選手がちょっといないかな、はい、おっしゃる通り、まあ、代打の切り札がいないですもんね。ただベストメンバーっていうかこうレギュラーメンバーをこうオーダーとして並べた時には結構いい打線を組めますよ、はい、なるほど。キャッチャーの予測はどうですか。あ、キャッチャーね、キャッチャーが育たないですよね。加藤はどうですか。まあ、それはもう名電に聞いてください。どう、いや、加藤、今加藤バズーカでちょっと行ってますね。いいと思います。お前バズーカつけりゃいつも。いや、本当来てる。でも加藤バズーカですよね。バズーカですよね。もう彼はやっぱ打てるかどうかなんですかね。そうなんですよ。だから大野選手か、まあ、加藤選手かっていうところじゃないですか。大野の方がいいと思うよ。去年良くなかったじゃないですか、ちょっと移籍してきて。あれ使われ方が良くないですよ。もっと使えばいい。あ、そうか。やっぱあいつ優勝の経験もあるし、はい、結構経験値は高いので、うん、引き出しはいっぱい持ってると思うんですよ、うん、そういうキャッチャーを使った方がいいと思うんですけどね。ピッチャーの話していいですか、ちょっと。全然。大野優はどうですか。ちょっと終わってる感じがします。終わってる。いやいや、終わってしいな。っていうか、やっぱ器用じゃないですか。こう、ふてぶてしいでしょ、うんうん、性格的にはすごくキャラクターは面白いんだよね、うん、そうじゃないんですけど、うん、マウンド上でふてぶてしく見えるっていうのが損をしてますよね。ほー、やっぱり人相って大事じゃないですか。大事。人相によって人の印象って変わるでしょ、うん、だからその打たれた時でもなんか浅尾が打たれたらかわいそう守ってあげたいみたいな思うじゃないですか、はいはい、あいつが打たれたら蹴られたのかなって思う。いや、思うでしょ。そういう考え方。いや、やっぱりね、それはね、うん、損得といえば、はい、損してますね。あー、なんか初めてこういうか、なんか感覚って。そうですね。ねえ、いやだから、メイデンなんかパワプロ君って言って可愛いでしょ。あざっす。笑ってるけど、リアルパワプロって。はい、笠原はいいですか。小川さん。いや、笠原さん。いや、まあまあいいと思います。いいですか。あ、悪くはないと思います。悪くはない。まあ、小笠原が今年なんかブレイクすると、はい、まあ、軸になってくれるといいですよね。うん、柳はどうですか。柳は球遅いんですよ。あ、遅いですよね。 あるピッチングコーチがドラフト1位で入った年のキャンプ行った時に、はい、これどうだって聞いたら、はい、いやいいバッピーが入ってきましたって。マジっすか。ひどい。いやいや違う、俺が言ったんじゃない。俺が言ったんじゃなくて聞いたんすよね。聞いたの、それを。え、そんな遅いんかみたいな。いや、ただあいつの場合は組み立てですよ、はい、だからキャッチャーが重要なんですよ。なるほど。うまいキャッチャーと組めば、うん、そこそこいけると思う。で、性格も頭もいいし、はい、あの子は、はい、だからそういう面では期待してますけど、ね、なるほど。抑えのまあでもね、球遅いとか遅くないとかじゃないですから、ね、やっぱこうコンビネーションとコントロールですから、はい、だからそこら辺は間違いない。なるほど。僕は言ったんじゃないですか、はい、バッピーってちょっと先走っちゃいましたけど、はい、抑えの鈴木博士はどうですか。鈴木博士はね、うん、性格が優しいんですよ。優しいんだ、やっぱり、はい、顔に出てますよね。やっぱね、高校野球で、はい、名門出てない、うん、で、あんまり投げてない、はい、で、山入った、はい、故障した、はい、で、1年間本当にまともにやった時期ってないんですよ。なるほど。そういう面では、もうちょっとかかるかもわかりません。じゃあ、いや、もう素質的には抜群ですよ。やっぱ抜群なんですか。あの球投げれるって、150キロでもうなってますからね、はい、あいつのボールって。スピン量も多いし。今の段階だったら、鈴木博士よりはロドリゲスの方がいい。入れてないですね。すいません。滑舌悪いですね。ロドリゲス。はい。はい、あんまり分かんないですか。いや、ロドリゲス、あんまり分かんないです。分かんないですか。まあ、ロメロ。
はい、今年入りましたね、はい、いいかなと思ったら細かいところがちょっとできてないです、はい、まあ、例えばクイックができてなかったり、はい、転生が下手だったり、はい、走られるでしょうね。あ、まあ、ただあの中日のでかいピッチャーいたでしょ、右の鈴木、いや外国人で、あ、ファンですよね、ファンだろ、ファンです、ファンです、あの、いい今年ですか、いやいや昔昔ネルソン、あ、ネルソン、ネルソン、はい、出てきた。お前の目、ドヤ顔やめなさいよ。あの拳銃持ってた。ああ、そうだそうだ。拳銃じゃない。弾でしょ。マジで。お前、ちょっとお部屋あるから。いや、なんかそれは一番落ち込んでなんか。拳銃持ってた。そりゃアウトだろ。弾が入ってたんだ。弾が。はい、薬莢が。それです、それです。ね、それ打った後かな。まあいいね。いや、あの選手も全くピックができなかった、うん、走り放題だった、はい、でもやっぱ中日って森監督だとか、うん、はい、そうです、あの森さんがコーチの時に、ね、はい、しっかり直して、うん、途中からクイックができるようになったんで、うん、だから与田がピッチャー出身の、ね、はい、監督なんでやっぱすぐ直すと思いますけどね、うんうんうん、なるほどね。5位っていうことは6位ではないんですよね、当たり前ですけど、んちょっと当たり前すぎて、だから6位はどこなんですか。6位は、はい、あ、まあ阪神です。ただ1位予想は巨人ですよ、やっぱり。そうですね、ズバリ当てられてますね。なんか投資ができますよ。内股ではベイスターズを1位予想にする人もたまにいますよね、今年。うん、いますね。やっぱり俺こさられてんだよね。お前 OB かみたいな。高木さんは OB だけど、やっぱりあの ちゃんと冷静に客観的に見るとまだちょっと足りないなみたいな感じですか。やっぱ故障者が多いんですよ、ピッチャー。そうですよね、はい、毎年誰か故障しちゃいますよね、まあ、東ももう投げ出したっていう話なんですけど、はい、やっぱね1年間の疲労っていうのは、はい、おそらくあるだろうし、うん、まあ石田がダメでしょ、はい、うん、だからエースといえばやっぱ三浦大輔コースだけど、セダンだって18番ですね。いやだから、まあ今永が今年は頑張りそうですよね。ですね。ね、まああのままの状態でずっと行ってくれればいいですけど、ね、はい。ちょっと戻りますけど、どうしてもこれだけ聞かないと、ネオ君はどうですか。ネオはちょっとじっくりやらした方がいいんじゃないですか。あ、やっぱり。やっぱ故障ありましたし、はい、キャンプ本当に鍛えてないんで、はい、まあファンで1年間もうずっと試合に使って、やっぱ慣らした方がいいですよね。やっぱり。ロッテに行った藤原君はあのなんかスターティングメンバーに最初から出るみたいな話になってるじゃないですか。でもね、根尾君はやっぱりじっくり育てるべきでいいと思う。ああ、なんか我慢、慌てなくてもいいです。なんかね、僕昔あの立浪さんが高校を卒業してすぐに入ってきて、最初からね、宇野さんのポジションを取ってレギュラーで使われて、初年度はあまり苦しいんだけど、それでもやっぱりあそこまで育ったんで、ネオ君がもうあの肉離れさえなければ最初からね行ってほしいなっていう。いや、そうなんですよ、うん、でふくらはぎでしょ、はい、野球選手が引退するときに必ずふくらはぎやってるんですよ。あ、でそれが18歳の段階でふくらはぎに来たっていうことが、はい、これちょっと心配なんですよ。はだからもう本当に完治するまで無理しないでほしいなって、はい、癖になるもんなんですか、ああいうものって。いや、ふくらはぎは癖になるんですよ。あ、もう一回やると先生命に関わってくる。マジですか。でましては人工芝でしょ、はい、ちょっと大事に使ってあげたいなって思いますよね。 でも初浪が、はい、宇野のポジションをどかしたっていうけど、はい、初浪の守備って、うん、宇野より数倍うまかったですからね。当時からめちゃくちゃうまかったですよ。僕びっくりしました。あ、そうですか。だから小園がうまいって言われてるじゃないですか、はいはい、まあ、バッティングは小園の方がいいかなと思うんですよ、はい、今の段階でも。いいですね、立浪よりも、はい、だけど守備はね、立浪は抜群だったです。あ、びっくりしました最初見た時。え、これ高校生かと思ったぐらい。そうですか。僕らやっぱり素人なんで、いわゆるその守備っていうのはあんまりなんか感覚がなくて、どう打つかみたいなところに注目いっちゃうと、やっぱり使う側としては守備が抜群にうまいってことはすごい大事なんですか。やっぱ安心して見てられますよね。そうですよね。守備のエラーからリズムを崩して打たなくなるっていうのもあるし、うんうんうん、そういった意味ではやっぱり守備がうまいっていうのは段階とすれば何段階も上がってるっていう感じですよね。なるほど。なんか遅咲きだったんですけど、僕どの上と高橋上に花開いてほしいんですよ今年。これ花開いたら中日ワンチャンありますよ。ワンチャン3位までになれそうな。いやいやいや、優勝。いや、占いではね。あいやだから、もうそれ当たったらすごいよね。すごいっすね。でも現実的に
にはヤクルトスワローズだって6位から1位になったし、うん、可能性はゼロじゃないですよね。いやもう本当可能性はありますよ、はいはい、いやなんかすごいいっぱい話していただいて嬉しかったです。ありがとうございます、はいはい、締めてくれますか。いやそろそろ時間なのかなと思って。いやもう全然気にしなくてないです。本当ですか。うちマネージャーがもう全然徹夜で編集してますから。じゃあちょっとだけあの僕の番組の宣伝していいですか。あ、絶対すいません。就活の虎チャンネルという番組をやってまして、あの多分ですね、あの豊さんのチャンネルの番組と同じような、ゾーンのですね、年齢の方々が見ていただいている番組だと思います、昔のマネーの虎のファンの方だけじゃなくて、まあ、大学生も見てますけれども、4月からですね、実はあの本当のリアルなあの番組をもう一回復活させるというのは、テレビでですか。いや、YouTube 上で、2人来てもいいですかね。あの、いいんですけど、はい、ボコボコにされますよ。そうだったらぜひ来てください。まあ、はい、はい、あの、ちゃんとお金が出るんですね。出るんです。本当ですか。はい、昔も本当でしたし、今回も本当です。じゃあ僕が来ても大丈夫ですか。いや、お金持ちは出さない。絶対無理です。あの、虎側が30代とか40代なんて恐れ多い。志願者がね、還暦ですよ。60の志願者が来たら敬語使っちゃうじゃないですか。編成しなきゃいけないんですよ。いや、いろいろあるんですよ。投資だったら編成しなくていいです。あ、そうです。はい、あの3パターンあって、融資と投資と社内ベンチャーっていうのがあって、これ選べるんですよ。じゃあ投資の、はい、え、でももう一回年齢制限がございまして、一応あの、はい、40代ぐらいまで。ああ、残念ながら10年以上あの、はい、うちのマネージャーをこう、あ、でも聞こえないな。声通んないんじゃない、はい、ぜひあの出ていただいて、はい、マネーゲットしてもらって、はい、何に使うのって言ったら、いや、高木豊チャンネルをもっとちゃんとしたスタジオで撮りたいですよ、ね、はい、あ、なるほど。あ、それいいっすね。いや、はい、それネタ話ここでやめてくださいよ。で、こっからこっちのあれですよね。そうです。なるほど、なるほど。プレゼントで、それによって、もっとガンガンチャンネル登録者数が増えて、はい、広告収入が入ってきたら返しますから、ね、あ、なるほど、はい、それもし機会あったら、はい、チャレンジさせてください、ぜひぜひ、はい、いつでもお待ちしてます、はいはいはい、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございました。